皆さんこんにちは、ミカです。本日もご視聴いただきありがとうございます。夏休み後半戦のとある日の朝、暑くて目が覚めていつもより早く起きました。もうすぐ夏休みが終わる、早く終われ。夏休みだからといって息子たちは自分のことは自分でできるからやってあげないとという忙しさは減りましたが、とはいえまだまだ振り回されることが多い。それもあと少しの辛抱です。夏休みは不思議にもお部屋が荒れなかった。荒れてるやんって思うかもしれませんが、これは我が家では序の口です。息子たちが大きくなり、ひたすら遊びはスマホだったからか、みんな家で動く範囲が狭かったんですよね。次男はサッカーがない日は一日中ソファーにいた気がする。受験生なのに夏休み明けから気合い入れてくれることを大きく期待している母なのでした。本日の朝食は卵サンドを作ります。まずはレンジでゆで卵を作る。ルンバくんに押しのけられたララちゃん用のフロアマット、直しておきましょう。冷凍していた行数の8枚切り食パンを出しておく。ちょっと動いただけで汗だく。顔を洗っておきます。ぬるま湯で30回ほど流す。洗顔は使いません。洗顔を使った方がいいとか使わない方がいいとか真逆の情報が世の中に溢れていますが、何が合うか自分で身をもって実験して合うものを探していくってことが人生なのだと思う。蒸しタオルを顔に当てた瞬間の筋肉が緩む感じ、これが極楽極楽。蒸した後は引き締めるためにシートマスクをします。5から6分マスクする。その間に私のミッションが始まる。お風呂場の窓を開ける。乾燥が終わった洗濯物を取り出す。洗濯を回す。朝の1分は1秒に等しいからあっという間に時間が過ぎます。洗濯機の扉が閉まりが悪くエラーが出るんですよ。一度直してもらったんですけども、また出始めた。マスクを取りましょう。かかとを忘れずに拭いているおかげでかかとのガサガサが治ってきた。オールインワンゲルをつけて朝のスキンケアは終了です。ゆで卵ができました。ゆで卵を作った後のレンジ内は水蒸気で濡れているので、拭くことでレンジ内のお掃除ができる。私はこれをゆで卵とお掃除の一石二鳥の法則だと思っている。夏休みなのでラーメン、夏休みなので昨晩洗った食器などを片付ける。昔はキッチンをきれいにしてからじゃないと寝るのが嫌だったんですけども、イライラ片付けてたんですよ。でもなんで嫌なんだろうって我に返り、自分の家だし誰にも迷惑かからんやん、別に朝やればいいやんって思うようになりました。あ、でも必ず朝やるっていうルーティンは怠らないようにする。そうしないととんでもないことになるので。何でもいつやるのっていう自分独自のルーティンを決めると気が楽になります。ふわふわ感のあるサンドイッチにしたいので、パンは少しだけレンジでチンします。卵の殻むきは全体にひびを入れてからむくとむきやすいらしい。
業数で購入した吊るしベーコンがめちゃくちゃ美味しくて、やたらと朝食に使ってしまう。消費が早い早い。卵サンドの種を作ります。実は私あまりマヨネーズが得意じゃないんですよね。のぶさんにいつもマヨが足りないって言われるんですけども、だからといって量は私好みで作ります。そしてお手製の玉ねぎ麹を入れて健康と旨味をプラスします。業スーの卵サラダっていうものが美味しいようなんですけども、あの感じがねちょっと苦手で皆さんにご紹介できないんですよね。卵をパンにのせたら焼いたベーコンものせて贅沢サンドです。ふかふかパンにふわっと卵とジューシー肉厚ベーコンの組み合わせが大好きです。私的にキュウリやレタスのシャリシャリ感は加えたくないんですよ。野菜不足だなと感じるんだったら別で野菜サラダとして用意したい派です。めっちゃ美味しい。美味しそうにできました。次男の分ができた時に大きな勘違いに気づきました。8時に出やなあかん。早く起きて余裕のはずだったのに急がないといけなくなった。8時半集合で30分前に出発するのですが、なぜか8時前に次男を起こせばいいという勘違い。7時35分に気づきました。残りのサンドイッチを作ってしまいましょう。自分の身支度もしないと。こんな時に限って水筒を出し忘れている次男。水筒がでかくて洗いづらいんですよ。好きなサンドイッチのタイプを優雅に考えている場合じゃなかった。2リットルの水筒に水を入れる。氷をたっぷり入れるから一瞬で氷がなくなる。妙に焦ってる。閉められない。あれ、あれ、なんで？昨晩からペットボトルに半分水を入れて凍らせたもの。これに水を入れて水筒へ入れる。追加の水も持たせる。ブリタの浄水器にはめちゃくちゃ助けられています。スポーツをしているお子様をお持ちのお母様にすごくおすすめです。ご飯待ちのララちゃん。のぶさんの大きなため息。ちゃちゃっとお化粧してしまいましょう。外に出かけるときは日焼け止めをしっかりする。クッションファンデーションで隠したいものを隠して、お粉でテカリと毛穴を隠す。セリアで買った眉ブローパウダーがお気に入り。色が合ってるし月が良き。2024年8月現在、韓国ではアーチ型に眉を描くことが流行っているそうですよ。お試しあれ。キャンメイクのコンシーラーはお気に入り。この夏もサッカーで外に出ることが多かったから、どんどんシミが大きくなる。シミ取りしたい。頬紅忘れてた。口紅つけないと顔がくすんで見えるお年頃。何分今？髪の毛がよく抜けるんですよ。
お風呂の排水口の詰まりはほぼ私の抜けた髪。見ると怖くなる。育毛剤とかした方がいいのかな。暑いから一つにまとめます。引っ張るとここの部分が薄くなってくる気がして緩める。なんていう方法なのかわかりませんが、つまんでボワンとさせて緩める。首に結んだ先が当たるのも熱いので、これまたなんていうスタイルなのかわかりませんが、だんだんと結んで夏はこの髪型が多い。またのぶさんの大きなため息が聞こえてきた。前髪を伸ばし中で中途半端な長さがあるので、これを止めるために機能的にカチューシャを使う。いい感じ。ベルトを締めて準備完了。間に合いました。あと水飲もう。5分ほど余裕があるので、今塩麹を育ててるんですけども、毎日1回ぐるぐる混ぜています。夏場なので発酵が早くて作りやすい。もうそろそろできそうです。我が家に必須の調味料、塩麹です。あと2分あるのでミントティーを作ろう。気分を爽やかにしてくれるので、1日の中で気分転換したい時に飲んでいます。あと1分、用意は完璧にできました。自分にタイムリミットをつける癖、達成感を味わえるので家事をする面倒くささがなくなる。帰宅しました。洗濯物を干さないと。午前中の家事ってやることが待ち構えてますよね。夏休みは意外にも洗濯物が少なかった。ありがたい。今日は洗濯日和です。ララちゃんもお庭へ来たそうですね。この場所は朝のうちは影なので、その間に洗濯を干しておかないとやばいんですよ。昼からはサウナ状態なんです。お迎えに行く前に待ちきれずララちゃんがお部屋に入ってきました。さあキッチンリセットしますよ。皆さんは MBTI 診断で知っていますか？アメリカで生まれた性格診断テストだそうです。自分らしさを知ることができるそうで、若い人の間では人気らしいですよ。性格診断なんて何歳になっても興味津々ですよね。知ったからにはやりたくなる。結構な量の質問をどんどん答えていって、その答えによって結果が出てくるんですけども、私の結果は提唱者 INFJ-A って読むのかな、提唱者っていうものでした。9時半からズーム講座があるので急いで朝ごはんを食べる。急いでいる時に限ってコーヒーマシンの掃除表記によく当たる。
ようやく食べられる待ちに待った贅沢卵サンドイッチ、いただきます。美味しい。本当に理想のサンドイッチができたと思います。先ほどの性格診断に話は戻りますが、私の診断結果の低照射とは最も稀な性格だそうで、稀？稀？変？変わってる？変人？みたいな。いやー、自分でもうすうす感じていた変わっている性格っていうのは当たっていたってことですね。診断後はいろいろ性格が書かれていて、うんうん、なるほどって思うことばかりでした。よかったら概要欄に結果のリンクを貼っているので読んでみてくださいね。今回の結果を受けて納得したことがありまして、ここからはちょっとご報告というか、なんというか勝手にどうぞって思われちゃうかもしれないんですけども、私のチャンネル名がミカ Vlog というものなんですけども、 Vlog って自分の記録や思い出を残すための動画なんですけども、私は自己満足みたいな動画ではなく、見ていただいて皆さんに価値があった、ためになった、なんか元気になる、行動してみようって思えるような、皆さんと一緒に幸せな毎日を過ごせるようになりたいと考えながら動画作成をしているので、 Vlog という言葉では伝えたい動画の内容とは異なるよなって前々からチャンネル名に違和感を持ってたんですけども、本当にね、どうでもいいって思うかもしれませんが、今回の診断の低照射の内容を読んですこぶる納得した部分がありまして、低照射は自分の価値観をはっきり認識していて、自分が正しいと思うことをしないと気が済まない性分らしいんですよ。この部分が今のこの思いに大きく関わっているんだと思ってて、というわけでですね、チャンネル名を変更したいんですよ。ミカ Vlog 改めて新しい名前はミカのライフハックチャンネルです。ミカのライフハックチャンネル、ミカのライフハックチャンネル、なんか名前自体ね可愛くないんですけども、可愛いっていうのもね重要ポイントなのですが、ライフハックっていう言葉が仕事や日常で役立つちょっとしたアイデアやテクニック、裏技や知恵を表す言葉で、私が伝えたいことが詰め込まれた言葉だなってしっくりきちゃったんですよ。ちなみに内容は今までと全く変わらないんですけども、皆さんが楽しく見ているうちに、なんだか知識が増えて毎日が楽しく思えるような動画作りをお届けしたいということを最初から考えていて、その思いを知ってもらいたいなっていう意味合いでチャンネル名を変更しようと思いました。ある程度この動画をご覧いただいてから変更したいなと考えていますので、近々チャンネル名が変更となるので、ミカ Vlog チャンネルはミカのライフハックチャンネルに変わったんだっていうことをちょっとね覚えていただけると嬉しいです。何分低照射ってことで妙にこだわりが強い変な性格のタイプっていうことで、今後もその変さも楽しんで笑っていただけたらと思います。引き続きよろしくお願いします。ギリギリまで片付ける、私は切羽詰まった方がやる気と集中力が高まるタイプです。片付け終了。あ、そうそう、自分を知るってことはすごく大切です。人と比べず自分を信じて安心して毎日が過ごせるようになる。なのでもしやったことがなければ皆さんもぜひ MBTI の性格診断をやってみてくださいね。そしてよろしければ皆さんの結果もコメント欄で教えていただけると嬉しいです。お仕事行ってきます。
終わったと同時に次男のお迎えに行かねば。外はめちゃくちゃ暑い。車に乗り込むなりお腹すいた、なんかない攻撃をしてくる次男ですが、今日はお昼など用意する間もなかった。こんな時は大阪王将の冷凍チャーハンと業スーのパクパクチキン、これを食べてもらいましょう。長男は起きてくるのが遅く、先ほど朝ごはんを食べたみたいです。バタバタしていて朝入れ忘れた氷用の水も入れてと。ナイスな私、気分転換用に入れておいたミントティーがここで役立つ。ララちゃんがこっち見ている。ララちゃんと目が合っていると近づいてきた。期待の眼差し。おやつをもらうとすぐ立ち去る元気なララちゃん。またそれはそれで可愛い。さあさあ、チャーハンができましたよ。わあ、めっちゃいい匂いする。夜ご飯はミンチを使ったカレーにするので、冷凍のミンチを冷蔵庫で解凍しておきます。パクパクチキンに気持ちミニトマトを添えて完成。秒で過ぎ去ったとある夏休みの午前中でした。さて今から自分時間、動画編集をしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできますように。ミカでした。